はい、お疲れ様です。ポンタです。今日はですね、はい、こちらの信長の野望波動編成について説明していきたいと思います。お疲れ様です。皆さん楽しんでますか、信長の野望波動。はい、まあ、信長の野望波動なんですけれども、ここにですね、陛下ってありまして、足軽って書いてあるんですけども、この陛下がですね、まあ、結構大事ですね。足軽騎馬弓、どれを選ぶかによって、はい、舞台の相性とか変わってくるので、ぜひぜひですね、陛下をですね、重視していただければと思います。まあ、この辺は基本ですね、足軽陛下を選ぶときには、足軽の強いこっちのですね、前田利家を選んだり、騎馬を選ぶときは騎馬の強い、こちらのですね、柴田勝家を使ったり、まあ、柴田勝家、足軽が B で騎馬が S なんですけれども、まあ、こういう武将はですね、足軽で使うと損なので、騎馬で使っちゃいましょうみたいなところになります。はい、ですね、まあ、ここまでは基本の木なんですけれども、信長の野望波動、三国志波動になくて、信長の野望波動があるのはですね、縁っていうものになります。この縁って何かっていうと、その武将のですね、史実の縁ですね、史実というか歴史上を実際に、まあ、どんなですね、縁があったかみたいなところをゲーム内に落とし込んでいるものです。はい、ここの縁って書いてあるところをクリックするとわかるんですけれども、この柴田勝家と池田恒興っていう武将は、史実で同じ織田家の家老だったんですけど、まあ、織田家家老というところでですね、二つにですね、4% ずつのバフがかかってます。これでによって、先方連鎖率って必殺技が出るですね、連鎖率が高まってるんですね。はい。これどういうことかというと、柴田勝家、この鬼柴田っていうスキルを見ると、対象を含む敵三部隊に武勇 200% の攻撃をし、動揺不与っていう必殺技を持ってます。これはめちゃくちゃ強力なんですけれども、まあ、この大将がですね、鬼柴田を発動した時に、この右翼合力っていうですね、池田恒興の戦法必殺技がですね、発動する確率が、この連鎖率っていうものなんですけども、この2人の連鎖率 29% なんですね。結構高めです。なぜかというと、この2人は縁が強いから、 お前も織田家か、お前も家老なのかみたいな感じですね、仲が良くて2人が必殺技を、連鎖でですね、発動する率が高いというところになっています。その下にですね、僕この佐久間信盛っていうですね、レアの大したことない武将を入れてるんですけれども、まあ、この人より切り入れてるのも、縁っていうのは2あるから入れてる感じですね。はい。まあ、この縁が高ければ高いほど、戦法がですね、連鎖するので、いいというところが、信長の野望波動の大きな特徴になっています。で、注意してほしいのが、信長の野望波動には便利なですね、自動出陣部隊の編成機能ってあって、これを組むと、強い部隊を自動的に編成してくれるんですけれども、ただよいしょ、これで組んじゃうと連鎖率とか全く関係ないですね。戦力だけでしか見ないので、まあ戦力が高まるけれども、実際戦ってみるとそんな強くないみたいな部隊が出てできてきてしまうので、最後は手でですね、修正するのをおすすめしています。はい。で、理想はですね、縁をめちゃくちゃですね、強い武将として組むのは理想なんですけれども、なかなかですね、僕ぐらいの、例えば1万円課金したとか5000円課金したとか、ほぼ無課金だみたいな人にとっては、そんな強い武将同士を組ませるのは難しいと思うんですよね。まあ、そんな方はですね、ぜひぜひ左側の攻めるっていうところだけでもですね、甲と棒ってあるんですけども、甲の方だけでもぜひですね、縁の強い武将を組んでいただければと思います。僕はそれでですね、こっちの方よりわかると思うんですけれども、大将にですね、武田勝頼っていう武田信玄の息子のですね、舞台を作ったんですけど、そこの副将にですね、武田信繁っていう武田信玄の弟を組ませたんですね。この二人の縁が強くてですね、武田家かつ源氏かつ一門衆っていうところで、連鎖率が 35% となっています。これによって、古賀有根というですね、はい、自身と一門衆を含む味方二部隊の破壊を 20% 上昇させ、武力武勇 200% 攻撃を組ませるですね、こちらの戦法をですね、武田勝頼が発動した時に 35% の確率で、この武田信繁の一元宮廷っていう戦法が発動するようになっています。はい。なのでですね、僕の編成の中ではこの2人の部隊がですね、
非常にエース格になってますね。なぜかというと戦法連鎖率が高いから。はい。でその下にもですね、同じ武田家の内藤正豊だったかなを春決の際を組ませて江西2で、はい、なかなかの連鎖率となっています。はい。注意してほしいのは、同じ大名家同士で組ませてもそこまで江西がですねないと、そこまで、はい、戦法連鎖率が高くないというところになっています。この二人同じ武田家なんですけれども、そこしかですね、はい、あまり、共通点がないので発動率がそこまで上がらないというところになっています。逆にこのオブトラマサを赤備えっていうのはありまして、はい、この赤備えは多分です、真田幸村とかその辺も持ってる、いい名をまさかなも持ってるところなので、彼らの方がむしろですね連鎖率高いんじゃないかみたいなところがあるので、同じ武田家だけじゃなくていろんな武将で試してみて江西の高いのを組ませていただければと思います。はい。で、まあ、全部に江西高いのを組めればいいんですけど、左側の方の特に大将と副将をですね江西高いのを組ませてあげるっていうのをポイントにしていただければなと思っています。結構驚いたんですけど、この前田利家っていうですね、彼女の奥さん、彼の奥さんがいいですよ、松なんですね。この2人組ませてもですね、江西が1しかない、お前ら全然縁がないじゃんみたいな風に思ったんですけどね。はい。奥さん補正ってないんだなと思ったんですけど、はい。まあ、織田家ってありますけれども、歌舞伎者とかですね、槍名人のある人の方が、まあ、連鎖率が高いというところで、この奥さんとそんな仲良くないのかなって感じなんですが、はい、信長にはもう神聖にあった、そうですね、家族補正っていうのはないので、そこはご注意いただければと思います。はい、最後まとめますね。はい。編成を組むときは、まあ、平家に注意してくださいっていうのは、まあ、基本のキーとしてあるとして、その次に江西っていうところを重要視してください。戦法連鎖率が大きく変わってきます。はい。よいしょ。で、まあ、特に、まあ、全部なかなかですね美化金の人はいい編成組めないよっていうところあると思うので、そういうときは大将と左側の副将だけでもですね、江西の強いのを組ましてあげるとなかなかですねいいのができてくるかなと思います。まあ、この後ですね、どんどん武将をどんどんガチャとかで引いていくことで強い武将とかですね、また江西の多い武将を探せるかと思うので、そうしたらまたですね理想の編成を組んでいただければと思います。まあ、信長の野望波動、まあ、三国志波動もそうなんですけど、この編成を組ませる、どの編成が効率いいかな、強いかなっていうのを試していくのがゲームの大きな醍醐味になってますので、いい編成だったら僕の方にも教えてください。この2人以外に江西が多いんだよみたいなのを教えてもらえるとすごく嬉しいです。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、そんな感じでですね、またいいねとコメントいただけると、あと登録ですねいただけると、非常にモチベも上がっていい動画どんどん作っていこうかなみたいな感じに思っちゃいますので、はい、これからもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。失礼します。